私は何回か会にはちょこっと参加させていただいて、いろいろ勉強させていただいて、なぜかっていうと、矢崎君ともう20年来の、仲良しでやらせていただいてるんで、もう矢崎君の、やることは間違いないということで、お誘いを受けると、頑張って応援したいなと思ってずっとやってきました。で、今日は、自己紹介ですけど、紹介のメール見ると、ペット業界の、書いてあったんですけど、もちろんそれは職業として、ビジネスとして私はもう一貫してペット業界、ペットのことに関わってペットショップから始まり、今は自社ブランド、パナズーという、こういった商品を主に販売しています。このパナズーをきっかけにメディアに多く取り上げられたりとか、露出度がかなり高かった時もあります。そういったことでペットのお話をしたいところですけれど、まあ長年人生やっているもんですので、ライフワークもいろいろありまして、品川区の商店街連合会という、品川区全域の商店街を連合している会の女性部の部長を、やっています。それと、まあ、部長、女性部の部長兼、理事の方にもなってるんですけれど、その他にも品川区の、介護保険法推進委員会とか、環境委員会とか、委員会も2つぐらい掛け持ちさせていただいたりとかで、まあ、そういったほとんどボランティアの活動を長年やってきています。まあ、そういったこともありまして、今日は、コミュニケーション能力についてなんて、ちょっとタイトルは大げさに 書いちゃうと思うんですけれど、まあ、早く言えば、そのおかみさん会という少年の女性部のお話をちょっとしたいなと思います。自己紹介 と言っても、まあ、私は今も少し触れましたけれど、主人と共に、結婚してからペットショップに嫁いだという、主人の父親がもうすでにペットショップ戦後、引きあの終戦後やってましたので、そこからの、私はペットショップとの縁がありました。まあ、それで、商連、商店ということで、品川区の商店街連合会にも関わるきっかけとなりました。そして、まあ、約20年前、まあ、矢崎君と知り合ったぐらいの時期ですけれど、その頃に、まあ、その商店街を通じていろんなイベントとかもかなり頑張ってやったりしていたんですね。最初は、もうそういったいろいろ参加して、ピエロの格好をして、風船で、動物作ったりとか、そういうので品川区の各、商店街のイベントなんかに参加したりとか、そういうこともしたりして、とても楽しくやってたんですけれど、まあ、役員改正になった時に、先ほどお話にもあったように、役員ってなる人ないんですよ。役員っていうか、特に部長になる人ってないんですよね。でも私はなぜか人から言われると、ノーと言えない性格、あざをしまして、まあ、20年ぐらい前に女性部の部長を引き受けたんですけれど、その頃も今もそうなんですけど、そのメンバーというのは私よりも上の人間なんですね。年上の人ばっかりで、私が一番若年だったんですけれど、年下だったんですけれど、まあ、いいようにみんなやりたくないもんだから、私に押し付けたみたいな 押し付けられたみたいな感じで始まって、それで、まあ、やり始めたんだけれど、まあ、大体そうですね、今、この写真はミニコミっていうかね、3回ね、発行している、私たちの会で、編集から全部取材、
から全部して作ってる、まあ、今コロナ禍なのでね、こういった内容が多いんです。 おうち関係のね、そういったまあそういった和文でね、作って特集は今回何しようかとか、そういうことを、全部企画をするんですね、編集会議して。それでまあこういった形にするんですけれど、こういうこの、この政策も一つなんですけれど、まあそれはちょっと後でまた触れますけれど、それでこの部長職というのはね、なかなか大変なんですよ。年間活動として、名所散策が2回、講習会が2回、それでボウリング大会、食事会、さらには一泊旅行、これ全部企画運営しなきゃいけないんですよ。それもまあ事務局活動風景ですね。これは講習会、まあ講習費はあまり多く払えないもんですから、知り合いをのつてで絵を教えてる方とか、そういう方にお願いしたりとか、まあそういった感じでやってる、まあこれは一つの場面ですね。それとあれ、またなんか声言ってます？大丈夫ですか？聞こえてます、大丈夫。はい、すいません、なんか不安になってきて。それでまあね、何が一番大変かっていうと、まあ常にもう大声で喋るっていうことと、だらだら歩くもんですから、何しろ引率していくときが一番大変で、それでまあ旅行なんか行きますとね、なぜか商店街のおかみさんたちは金遣いが荒いんですよ。普通の一般の主婦の旅行と違って、まあお土産屋さんやら何やら行くと、もう宅急便で送るほど買うんですね。まあ、そんなことがあったりとか、まあ、パワーがすごくあるっていうことが、まあ、逆にそういう人たちをいろいろ行動を共にするってことが、まあ、私としては本当にこの20年自分でよくやってるなと思いますけれど、まあまあ、おばさんって言っても、まあ、もう私もおばさんの一人ですけどね。まあ、それでもう一つがエコフェスタっていうのがもうあるんですけどね。まあ、そういった行事がいろいろありまして、まあ、私としましては何しろ、見返り達成感を求めてはいけないっていうのがこの部長職の女性部の部長職だなっていうことと、また皆さんが参加して楽しく喜んでくれれば、また次回も心よく参加していただければというぐらいのところでやってなきゃやってられないかったかなっていうような、思いでいます。それで集合写真の方を切り替えてもらえます？旅行の、まあ、こんな感じでね、旅行のこれは名古屋行った時ですね。まあほとんど全国、まあ、20年の間に1年に1回ですけどね、行きました。まあ、こういう時でもね、私はいつももうだらだら歩くおばさんたちの列の一番後ろを歩くようにしてるんです。そうしないと後ろからこう誘導じゃないな、後ろから いないと早く歩いてくださいとか、もう掛け声をかけなきゃいけないので、前は絶対歩かないんですね。先導しないで後ろから、それでどっかのお店にちょこっと入って行ったりする人も全部見渡せるのでね、一番後ろを歩くっていうのが、まあ、私が20年間で得たあれですね。まあ、どっちにしてもね、5分でお話しするってことですので、まあ、いろんなエピソードありますけれど、先ほどのまあココの編集なんかもね、おばさんたちを活躍してもらおうと思って企画して、まあ、これももう16年今42号かなぐらいになってるんですけれど、これもね、皆さんが手伝ってくれるっていうから始めたんですけど、
旅行の時とか活動の時とかそういう時終わるとアンケートとか取って少しでも記事にしようと思ってるんですけど、まあ大体アンケート取ってもいつも楽しかった、よかった、いいさんありがとうってもうこの3拍子で終わってしまうんですね。ですから本当何の役にも立たないのが現実で、やってきたんですね。でも平成に変わる時ですね、令和から平成に変わる年にね、私の平成という、タイトルで特集を組んだんですね。その時はもう文章にしたらもう全然みんな書けないもんですから、一人ずつね喋ってもらったんですね。で喋ってもらったのを要点をまとめて物語風にノンフィクション物語風にね、まとめて、それが結構皆さんに喜んでいただいたっていうような、もう何しろ広告の編集発行も大変な思いで、海の苦しみを毎回味わっております。それでまあ全体のまとめとしましては、少年のおばさんたちも今も高齢者となってきましてね、参加していただくのも心配になることもありますけれど、仲間として20年、時には、姉のようにね、私を叱咤激励してくださり、教えられたこともたくさんあります。かなり私自身もこの会をやらせていただいて、人間的にもね、成長したかなって思っています。で、いつまでも明るく元気に前向きな、おばさんたちから本当に元気をもらっているのが現状です。で、まあ私はいろいろなライフワークを持っていますが、常にメンバーや内容は違っても、私はもう本当に私らしく行動するしかできないっていうこと、それをまたみんなが認めてくれている人たちの輪が私を包み込んでくれ、またそういうことがコミュニケーションの広がりになっているんじゃないかなというところでまとめさせていただきたいと思います。今日はその 簡単にエピソードをもっと話したかったんですけれど、エピソードの部分はちょっと割愛させていただきました。ありがとうございました。